久しぶりに国際政治の話です。中国の習近平主席が、強気発言と言われてますかね、軍国発言というか、してる、ね、それは中国の、人民と呼ばれる人たちの不満、それはもともとは、歴代数千年にわたる歴代中華王朝による庶民層固定政策王朝変わっても庶民は不変、それに対する不満もが一番ね、一番重たいんですよ。あの国はっていうか、あの世界は、中国世界はね。でそれの解決に異民族を利用してきたっていう中国上流階級史があります。士大夫階級史っていうかね、まずそれはみんな基本として頭にぶち込んどいてそんなに利用されてるだけ、ね、かつてはモンゴル帝国もその技にかかった、で大日本帝国もその技にかかったわけです、ね、いとも簡単に皆さんかかるわけ、その技に。さあ次は中国はどういう異民族を引き入れるかって言ったら、引き入れた後ね、満州に指導させてるわけね、日本と同じ構造を取ってるわけ。大和民族も満州系やからね、満州系騎馬民族やね、大和民族は少数民族ですよ。で中国も少数民族だから満州系に主導権握らせてんね、習近平は満州系やね。さあその東アジア共通の構図がある。朝鮮半島はね、ずっと満州系が圧政を加勢っていうか圧政を敷いてた悲惨な国土丸ごと国境みたいな悲しい国です。ほら恨んでるで周りのこと、とりわけ日本を、日本のために防衛してたんだから朝鮮半島ね。朝鮮半島を丸ごと国境にしてまで日本を防衛してくれた、ほんまにね。なんだかって朝鮮半島のその防衛意識があった階級って取り物はさず、もともと日本人やったからやねんな。で日本はそのこと分かってないわけで、非常に腹立ててるわけ朝鮮半島の人たちは、日本に対してね、何様やあいつらって怒ってんねん、安全なところで自由な文化作りやがってって感慨に怒るわね。そら立場が違うと分からんわな。想像したら分かるけど、じゃあ誰かその文脈言うたか、想像力きっつい野党もその文脈言うたかな、言ってへんやろ。そんなんじゃ国際政治できへんやとはな、朝鮮半島言ってくれへんからって、朝鮮半島言ってくれへんから日本は怠けようかな、恥ずかしいにも程があるやろ。日本は恥ずかしいってやっぱり一番嫌がるからな、この部分の恥ずかしさは歴史に残って、いつまでもきっちりうちが今説明した表現で言われたらきついだ、日本人これしんどいな、永遠に今までの文脈じゃなくてな、うちが今指摘した文脈で何千年も言われたらきついやろ日本人な。日本人が一番恥と思う部分をズバリうちは指摘したわけな。それはそれとして、日本が中国に占領されたら、そりゃ中国袋叩きや、世界中にハイテクを供給しているその最大の対価である日本が中国に負けたら、もう欧米を慌てどころか、もう欧米以外もおい中国日本独占すんのかよって、どっかで中国やられる可能性の方が高いんや。日本に手をかけた国は最後破滅するから、アメリカは非常に気を使ったわけ。難しいなって、日本に勝つ難しいわけだったんですよね。勝った後が怖いからなんですよね。でしょ、日本人を、日本を占領して日本人をどっか連れていこうかって、ユダヤ人みたいにって、大和民族がユダヤ人ですけどね、その仕返しって言われてもな、うちらのがユダヤ人からはもっともっとひどい目に遭うてるからね。ユダヤ人はちょっとされたことを過大に言うだけや、ほんまにね、ほんまやで、ね、